俺が本格的にあれなやつだったら怒った顔もいいねとか言うんだろうけど、俺そういう趣味ないし。ガキの頃からの癖でお前に怒られると身がすくむよ。お前が激怒すると怖いのなんのトラウマだね。ほとんど今はお前が檻の中だからまだ平気だけどさ。勝手なこと言うな。いや、それよりも君、子供の頃トーマを一体どんな目に遭わせてたの？トーマがしたたかになったのって君が原因だったりして。はあ、暇だな。時間が経つのが遅いや。退屈に浸ってるとこ悪いけど、お前シャワー浴びる？シャワーってことはここから出られるよ。浴びといた方がいいだろう。昨日も風呂入ってないし、寝癖すごいし。寝癖なんて気にしてる場合じゃないんだけどな。じゃあほら、手出して。片手でいいから。手錠きた。不便だろうから片手だけね。鍵と鎖の先は俺が持ってるから。不便だって思うならそんなのしなきゃいいじゃん。着替えは勝手に出しといたけど、わかった？俺がチョイスしたんじゃ嫌かもしれないけどさ、そこは我慢してもらう方向で。服片手通せないよな。簡単に羽織って出てきて。極力見ないから。じゃそのままケージにどうぞ。急がないといろいろ見えるよ。じゃあ手錠外すから手首出して。うん、 OK。 じゃあちゃんと服着て。俺はレポートの続きやってるから。あー、もう悔しい。理由は何であれ、トーマの言うなりにしかできないのがすっごい腹立つ。この子はお前の人形じゃないんだぞ。基本的人権はどこやった？僕に肉体があったらフルボッコにしてやるのに。ごめん、腹立つのも怖いのも君の方だよね。僕、自分が精霊なことをこんなに悔しいって思ったことないよ。同じ部屋にいるのに、君がひどい目に遭ってるのに、何もしてあげられない。ただそばにいるしかできないなんて、辛い思いさせてごめん。うん、そうだね。監禁されてる君じゃなくて僕がへこんでどうするんだろう。こんなんじゃダメだ。今は前向きになるのが難しいけど、なんとか顔を上げなきゃ。もう寝よう。明かり消すよ。囚われのお姫様って感じだな。だとすると悪い魔王は俺か。神話差し詰め勇者ってとこだな。いつか魔王は勇者に倒されてお姫様は救い出されるけど、それは今じゃない。まだそういうわけにはいかないんだ。ああ、お前、綺麗になったな。その髪も、目も、指も、子供の時とは比べ物にならないくらい綺麗になった。子供の時も十分可愛かったけど、やっぱり成長してる。
不思議だな。ずっと一緒にいたのに、今初めてそのことに気づいたよ。こんなに綺麗になってたんだな。これじゃ俺なんかの手の中に収まっているわけないか。ごめんな。あと少しだけ我慢しててくれ。そうしたら必ずお前をここから解き放つよ。異性として見てもらえない？へえ、君をね。随分と根性のある相手だね。どうすればいいか、ねえ。君の最終的な目標って何？異性として見てもらう。で終わり？ちゃんと付き合いたいんだよね。相手にがっつり惚れさせて、24時間イチャイチャしてたい。はいはい、照れないの。事実は認めないとね。でもどうしようかな。魅力がない子ならまずはそこから改善なんだけど、そんなことないし。困ったね。え？ああ、気にしないで。僕は君の話聞いてるの面白いから。僕に恋愛相談してきた子なんて他にいないからさ。割と新鮮。さて、何が一番効果的かな？目が回る。おはよう。また一つ思い出したね。今度のも一昨日のも。恋愛相談みたいな感じだったけど、この間の相手は死んで、今日のは誰かな。聞き覚えのある声でもないし。それにしてもここんとこ連続で記憶が戻ってるね。今完全回復すると困るんだけどな。君と話すこともできなくなっちゃうし。でもまだしっかり僕のこと見えてるんだよね。一番大切な記憶や感情をまだ取り戻してないってことなのかな。あれ？起きてたのか。ほんと、毎朝ボケっとしてんな。寝起きそんなに悪かったっけ？ったく、ゆうべとは別人だな。ああ、そうだ。これやるよ。ん？何この箱。ジグソーパズル、1000ピースのやつ。暇だろ？なあ、もう腹立つな。これトーマの巣なの？狙って魚でしてんのどっち？これが巣だとしたらものすっごい敵多そうだけど。いや違うか、トーマはもっとうまく立ち回るタイプだ。性格悪いし。じゃあこれって魚ですると理解しつつ本気で君の暇つぶしのために差し入れてるってこと？優しいんだか優しくないんだかわかんないよ。今からちょっと出かけてくるよ。お前ん家行ってくるから鍵借りるよ。え？どうしよう。心配しなくてもメール削除して張り紙とか片付けてくるだけだから。ここんとこ行ってないから、綺麗にしとかないと。え？この間、お前家に帰ったろ。うっかりパソコンのバッテリー出しっぱなしにしといたから、メール見たよな。他に何見たかな？張り紙？ケチャップ入りの郵便受け？俺が片付けてたのに気づいたんだろ。それとも、気づいてなかった？おいおい、今更気づいてないふり。
ああ、いや、もしかしてマジで俺が片付けてるって気づかなかった？あのな、お前な、だとしたらちょっとどうかと思う。どこまでボケてんだよ。そんなんだからお前に対して過保護になるんだっつーの。過保護とな？そういうレベルなのこれ？お前が家に帰ったの俺が知らないと思ってた？悪いね。俺勘がいい方なんだ。ついでにポーカーも得意でさ。あ、一応言っておくけど、別にお前に GPS つけてるわけじゃないよ。そこまでプライバシーの侵害はしてない。 GPS つけて檻から出してくれた方がまだマシなんですけど。そういうわけだから隠し事したかったらしてもいいけど、確実にバレてると思っといて。知ってるとは思うけど、俺を騙すのは難易度高いよ。そんじゃ。トーマ、全部気づいてて知らないふりしてたんだ。嫌すぎる。そんな男が監禁犯ってあまりにも嫌すぎるよ。あの完璧主義といい、勘の良さといい、逃げ道ないじゃん。っていうか、以前の君とトーマって一体どういう関係だったの？どうやってあれと友情を育んでたのか全くもって想像つかないんですけど。例えばどんな？それは君の記憶が回復してないから答えられないの？それとも思いつかないの？どっち？ああ、後者な気がするな。ああ、疲れた。今日のは手間かかったな。いい加減管理人に怒られるよ。ただいま。お帰りくらい言ってほしいけど、それは無理な相談かな。張り紙が溜まってたから片付けてきたよ。あと郵便受けも。しっかしマヨネーズとかケチャップとかよくやるよね。わざわざバリエーション変えてくれてさ。いる？オリーブオイル漬けの光熱費領収書。管理人さんはたち悪いいたずらだから仕方ないって言ってたけど、このままじゃ追い出されるよな。ほんと困るよなあ。手がベタベタする。いや、むしろ肌にいいのかな、オリーブオイルなら。なんかトーマ自体は気に食わないけど、でもあれを片付けてくれることは助かるかな。腐った卵とか虫の死骸とか片付けるのってすごく嫌な汚れ仕事だしさ。トーマ自身は許せないけど。はあ、やっと取れた。でも匂いが残ってるな。オリーブだからいいか。この間の黒酢に比べたら全然マシな匂いだし。ん？こっち見て。どうした？俺になんかある？できれば苦情とか文句以外だと嬉しいけど。黙っちゃったか。苦情を NG にしたのがまずかったかな。好きな人？へえ、お前もそんなことを言い出すようになったか。って、もう大学生だもんな。色気づくにしちゃ遅いくらいか。入学早々そんな話振ってくるなんて、この大学にいい男でもいた？ん？ショック？なんで俺が受けるの？そこはむしろ、めでたいって喜ぶところだろう。お前みたいな奴にも乙女な部分があったんだからさ。
おはよう。また思い出してたね。大丈夫？僕のことまだ見えてる？見えてるか。よかった。本当は見えてたらよくないんだけど、今は非常事態だからね。それにしても、これだけしょっちゅう思い出してて、未だに僕が見えてるって。何が足りないんだろう。あのさ、ここんとこ連続で思い出してる記憶って、全部恋愛相談っぽいやつだよね。それが一番重要な記憶ってことで OK かな。だとすると、抜け落ちてるのは、やっぱり好きな人の記憶しかないと思うんだ。だって、今まで取り戻した君の記憶の中に、君が好きな人の顔も、声も一回も出てこないんだもん。トーマが彼氏だって信じてた頃は、恋人期間の思い出がないのを変に思ってたけど、今考えたら当たり前だよね。彼氏じゃないんだから。はぁ。それはともかく、好きな人のことを思い出せてないっていうのは大きいと思うよ。それ、誰なのかな？やっぱり一番最初に疑った一輝って人とか？状況が状況だから、記憶回復は後回しにしてたけど、そっちも考えないといけないよね。にしても、トーマにも恋愛相談してたんだね、君。それがトーマが切れたトリガーの一端になってるのかも。そのトーマといえば、そこで突っ伏してるの見える？君知ってたっけ？君を檻に入れてからも毎日、トーマは床の上で寝てるんだよね。昨日の夜遅くまでレポートやってたみたいだから、珍しく爆睡してるよ。あれ、噂をすれば目を覚ましたかな？何？夢？俺、起きてる？お前、なんで俺ん家で檻の中入ってんの？なんでって言われてもな。いや、それ、おかしい。ん？ああ。ああ、そうだった。俺がやったんだった。思い出すの遅いよ。トーマも寝ぼけるんだな。朝っぱらから死ぬかと思った。先入観なしで見るとなかなか衝撃的なんだな。それある程度心に防波堤作っとかないと、衝撃的すぎて心臓止まるよ。あー焦った。冷静に見ると何やってんだ俺って感じだな。だからってやめないけどさ。今日はお前の方が先に起きてたのか。ちょっと寝過ごしちまったな。おはよう。俺を無視すんのは別にいいけど、たまには声出しとけよ。整体終わって声が出なくなるぞ。起こしちゃったか？寝てるとこ見てた。怒る？俺はさ、もう諦めたけど、引き返さないって覚悟したけど、やっぱりお前や真に憎まれるのは答えるよ。幸せにしてやりたかったんだ。お前も真も二人とも俺の大切な兄弟だから。なのにほんとダメだな、俺は。はぁ、まったく、こんなの真にバレたら、殴られるくらいじゃ済まないな。そうしたら俺はどうしようか。真に散々殴られて、
その後、お前たちに二度と会わないよう、どこか遠い場所にでも行くかな。じゃあ、俺ちょっと出てくるから、また鍵借りるな。そんなに時間かかんないと思うけど、いい子にしてろよ。いい子にしてろよって、いい子にしてるしかないじゃん。ああ、本当にもう、どうすりゃ改善できるのさ、この状況。あんまりにも長期化すると君の記憶の回復にも限界が来るかもしれないのに。はあ、暇だね。ジグソーパズルやる？ってそれもなんかムカつくな。っていうかそのケージの中、鉄格子以外寄りかかる場所もないね。材質とか要求してみる？え？あれ？ねえ、見て、ここ！君が寄りかかった場所、鉄格子が浮いたよ！ってことは、ケージの天井を上に持ち上げてみて！外れた！頑張って、あと少し！信じられない。出られちゃったね。このケージ不良品だったんだ。鉄格子の下がきちんと溶接されてなかったんだよ。どうしよう。このまま逃げる？あ、でも君の家には帰れないよね。嫌がらせの犯人がまだ判明してないわけだし。だからといって、このままこの部屋にいるのは危険だし。のんびり迷ってる暇はないのに。あ、トーマが帰ってきた。じゃあとりあえず、君の携帯だけでも確保しとこう。いつでも。携帯は棚の上だよ。急いで。で、パズルの箱の中に隠して。いい？大丈夫だね。間に合った。ただいま。郵便受け、今日は糸こんにゃくが入ってたよ。片付けるの割と楽だったからいいけど、なんで糸こんにゃくなんだろうな。ここんとこのラインナップ、ずっと食品系続いてるな。犯人もいろいろ考えんの飽きてきてんのかね。さてと、データは後にするか。とりあえず棚に。あれ？うん？ないな。君の携帯がないのに気づかれた？おかしいな。ここに置いたと思ったのに、どっか落ちちまったかな。携帯の電源切って、トーマがあっちにいるうちに、早く！電話かけてみるか。音鳴ればわかるし。ん？電波の届かない場所にあるか、電源が入っていません？ああ、そりゃそうか。ずっと充電してないもんな。電池切れか。ごめん、お前の携帯どこかにやっちゃったみたいだ。この部屋の中にあるのが確実だと思うんだけど、お前そこから出てないよね。だよな、出られるわけないよな。ってことはやっぱ俺の置き忘れか。携帯また後で探しとくよ。下手したら棚の裏だな。よかった。や
り過ごせた。初めてトーマをごまかせたよ。あーもう滝汗かいた。僕汗かかないけど。これでこの檻から出られることが分かったし、携帯あるから誰かに連絡取ることもできるよね。あとはいつここから出るかっていうタイミングだけだよ。それと君の記憶の回復だけ。ん？何の音？よっと、ちょっと後ろ下がって。ほら早く。その中埋まっちゃったな。結構量があったんだな。だから何なの？あんまり何もなくて退屈そうだから、お前が好きそうなもの集めてきたんだ。つっても最近のお前の趣味を知らないから、子供の頃好きだったものばかりになっちゃったけど、ぬいぐるみとか本とかチョコレートの箱とか人形とか、殺風景なのが少しはマシになるかと思ってね。余計ムカつくかな。この間やったジグソーパズルはしてないし、俺がやったもの全部気に食わないかもしれないけど。呆れた。これってトーマの愛情？それとも罪悪感？多分両方だよね。でもこれじゃまるでおもちゃ箱だ。君もトーマのおもちゃみたい。ううん、多分そうだよ。この部屋はトーマにとっておもちゃ箱で、宝箱なんだ。大切なものを閉じ込めた。ん？何？そんな風に思ったことは一度もないよ。お前はお前だ。人形なんかじゃない。そもそもお前は俺のものじゃない。お前が俺のものだったことなんて、この19年間で一瞬でもあったか？ないだろ。こうして閉じ込めている今だって、お前は俺のものじゃないし、俺のものにはならない。それはちゃんと分かってるよ。痛いくらいにね。あと少しなんだ。あと少しで証拠が集まる。おはようございます。ただいまの時間、朝の7時です。トーマくんは、はい、おりません。外出しております。ゴミ捨てか何かでしょうか。ではこのタイミングを利用して携帯のメールチェックを行いたいと思います。よくわかったね。テレビで芸能人にやってるやつ、面白そうだなって思ってたんだ。う、ごめん。檻から出られるってわかってちょっと浮かれてるかも。でも君、そういう風に僕に突っ込み入れられるくらいには回復したんだね。まだ僕の姿はがっつり見えてるみたいだけどさ。それじゃあメールを見てみよう。トーマが帰ってくる前に急がなきゃ。メールは23件。ずっと見てなかったもんね。と、電池がやばいな。最低限重要っぽいのだけチェックしようか。芯から結構来てるけど、17日より前のはきっとどこにいるメールだよね。あと沢から何通か、タイトルが元気暇って感じだから、ただの友達かな。
特に情報が得られそうなメールはないかな。ん？これ送信者が一機だよ。君が片思いしてる相手じゃなかったってこと？っていうか文面的には単なる相談相手？リカっていう彼女持ちの？ってことは一気に聞けば君が本当に好きだった相手がわかるの？